の作曲家。講述の理由により、本校では、シューベルトの作品番号として、D を用いず、D という表記を採用する。シューベルトは、ウィーン郊外のリヒテンタールで生まれた。メーレンから移住した、ドイツ系植民の農夫の息子である父の、フランツ・テオドールは、教区の教師をしており、母エリーザベト・フィッツは、結婚前に、ウィーン人家族のコックをしていた。 成人したのは、長男、イグナーツ、次男フェルディナント、三男カール、ついで第十二子のフランツ、娘のテレジアだった。父は、アマチュア音楽家で長男と次男に音楽を教えた。フランツは5歳の時に、父から、普通教育を受け始め、6歳の時に、リヒテンタールの学校に入学した。この頃、父は、末息子のフランツに、バイオリンの処方、 また、長男イグナーツにピアノを教え始めた。フランツは7歳頃になると、父の手に余るほどの才能を発揮し始めたため、父はフランツを、リヒテンタール教会の聖歌隊指揮者、ミハエル・ホルツァーの指導する、聖歌隊に預けることにした。ホルツァーは、主として、感動表現に主眼を置いて指導したという。聖歌隊の仲間たちは、フランツの音楽的才能に一目を置いた。 当時は演奏家として聴衆に注目されなければ音楽家としての成功の機会はないという時代だったためしばしば聖火隊の建物に隣接するピアノ倉庫にフランツを案内してピアノの練習を自由にできるように便宜を図ったそのおかげで貧しい彼には触れられなかったような良質な楽器で練習勉強をすることができた1808年10月 シューベルトはコンビクトの奨学金を得た。その学校はアントニオ・サリエリの指導のもとにあり、ウィーン・ラク・ユー・キ音楽院の前進校で、旧帝礼拝堂コーラス対応生のための特別教室を持っていた。ここにシューベルトはおよそ17歳まで所属。ハイドンが聖シュテファン大制度で得た教育と、ほとんど同様に、 直接指導での得るところは少なく、むしろ学生オーケストラの練習や、同僚の寄宿生との交際から得るものが多かった。シューベルトを支えた友人たちの多くは、この当時の同級生で、シュパウン、シュタットラー、ホルツアプフェル、その他多くの友人たちが貧しいシューベルトを助け、彼には買えないご戦士など、誠実な指示と励ましを与えた。また、このコンビクトで、 モーツァルトの序曲や公共曲、それらに類した作品や商品に初めて出会った。一方、才能は作曲の分野ですでに示しつつあった。1810年4月8日から5月1日の日付がある32ページに渡りびっしりと書かれた、四手ピアノのためのファンタジア、続いて1811年には、 ツムシュテイクが普及を図った計画に沿って書かれた3つの長い歌曲、五重奏序曲、弦楽四重奏曲、四手ピアノのためのファンタジア第2番がある。室内楽曲が目立っているが、それは日曜日と祝日ごとに、2人の兄がバイオリン、父がジェロ、自分がビオラを受け持って、自宅でカルテット演奏会が行われていたためである。これは後年、 多くの作品を書くことになったアマチュアオーケストラの邦画をなすものだった。コンビクト在籍中には多くの室内楽歌曲、ピアノのための雑品集を残した。また野心的に力を注いだのは1812年の母の葬儀用と言われるキリエとサルベ、レジーナ、木管楽器のための八0奏曲である。1813年には 父の生命祝日のために歌詞と音楽からなるカンタータを残した。学校生活の最後には最初の公共曲が生まれた。テレーゼ・グロープ・シューベルトの最初の恋人と言われる1813年の終わりにシューベルトは編成期を経て合唱児童の役割を果たせなくなったためコンビクトを去り、兵役を避けるために父の学校に教師として就職した。この頃、 父は、グンペンドルフの絹商人の娘アンナ・クライアンベックと再婚した。彼は2年以上この仕事についていたが、あまり関心を持てなかったようで、その代償を別の興味で補った。サリエリから個人的な指導を受けたが、彼は、ハイドンやモーツァルトの真似だと非難にして、シューベルトを悩ませた。しかし、サリエリは、他の教師の誰よりも多くを彼に教えた。 またシューベルトはグロープ一家と親密に交際しており、その家の娘テレーゼは歌がうまく良い友人だった。彼は時間があれば素早く大量に作曲をした。完成された最初のオペラ、悪魔の閲楽城と最初のミサ曲へ、長長は共に1814年に書かれ、同じ年に弦楽詩重奏曲3曲、数多くの短い気楽曲、 公共局に町長の第一楽章、潜水者や糸を紡ぐグレートヒエンといった傑作を含む7つの歌曲が書かれた。1815年には、学業、サリエリの授業、ウィン生活の娯楽にもかかわらず、多くの作品を生み出した。公共局第2番編の町長が完成し、公共局第3番に町長もそれに続いた。また、都蝶々と、 ヘンロ蝶の二つのミサ曲、その他、ミサ曲へ町長のための新しい、ドナノビス、悲しみの聖母、サルベレジマ、オペラは、四年間の負傷兵勤務、フェルナンド、クラウディネ・フォン・ビラ・ベッラ、アドラスト、バイ・デ・フロイン・デ・フォン・サラマンカの五曲が作曲された。他に、弦楽四重奏と、単調、ピアノのための四つのソナタ、数曲のピアノ商品がある。 これらの最盛期を成すのは146の歌曲で、中にはかなり長い曲もあり、また8曲は10月15日、7曲は10月19日の日付がある。1814年から1815年にかけての、冬、シューベルトは、詩人、ヨハン・マイアホーファーと知り合った。この出会いは、間もなく温かで親密な友人関係に熟していった。二人の性質は、 かなり違っていた。シューベルトは明るく開放的で、少々鬱の時もあったが、突然の思えるような精神的高揚もあった。一方、マイアホーファーは厳格で気難しく、人生を忍耐すべき試練の場とみなしている口数、少ない男性だった。二人の関係は、シューベルトに対して一方的に奉仕するものだったという、シューベルトの運命に最初の変化が見えた。 コンビクト時代からの友人、シュパウンの家で、シューベルトの歌曲を聴いていた、法律学生、フランツ・ショーバーがシューベルトを訪問し、教師を辞め、平穏に芸術を追求しないかと提案した。シューベルトは、ライバーハの音楽監督に志願したが、不採用になったばかりで、教室に縛り付けられているという思いが強まっていた。父親の了解はすぐに得られ、 春が去る頃にはシューベルトは、ショーバーの客人になった。しばらくの間、彼は音楽を教えることで、家具類を買い増そうとしたが、時期にやめて、作曲に専念した。私は1日中作曲していて、一つ、作品を完成させるとまた次を始めるのですと、訪問者の質問に答えていたという。1816年の作品の一つは、 サリエリの6月16日記念祭のための3つの儀式用カンタータ、もう1つのプロメテウスカンタータはハインリヒ・ヨーゼフ・ワター・ローと教授の生徒たちのためで教授はシューベルトに報酬を支払った。彼は雑誌記者に作曲で報酬を得たのは初めてだと語っている。もう1曲は教員未亡人基金の創立者で学長ヨーゼフ・シュペンドゥのためのカンタータである。 最も重要な作品は、公共曲第4番波短調で、悲劇的公共曲と呼ばれ、感動的なアンダンテがある。ついで、モーツァルトの公共曲のように明るく新鮮な、第5番ヘンロ蝶々、その他多少の教会音楽であった。これらは、ゲーテやシラーからシューベルト自身が選んだ詩だった。この時期、友人の輪が次第に広がっていった。マイヤーホーファーが彼に、 有名なバリトン歌手、フォーグルを紹介し、フォーグルは、ウィーンのサロンで、シューベルトの歌曲を歌った。アンゼルムとヨーゼフのヒュッテンブレンナー兄弟は、シューベルトに奉仕しあがめていた。ガヒーは卓越したピアニストで、シューベルトのソナタや、幻想曲を演奏した。ゾンライトナー家は裕福な商人で、長男がコンビクトに所属していた縁もあって、自宅を自由に使わせていたが、 それは、間もなく、シューベルティアーデと呼ばれ、シューベルトを称えた、音楽界へと、組織されていった。シューベルトは貧しかった。それというのも、教師を辞めた上、公園で稼ぐこともできなかったからである。しかも、音楽作品をただでももらうという出版社はなかった。しかし、友人たちは、真のボヘミアンの寛大さで、あるものは宿を、あるものは食料を、他のものは、 必要な手伝いにやってきた。彼らは自分たちの食事を分け合って食べ、裕福なものは、楽譜の代金を支払った。シューベルトは常にこのパーティーの指導者であり、新しい人が紹介された時の、彼ができることは何かという質問がこの回の特徴をよく表している。1818 18年は前年と同様、創作上は、比較的実りがなかったものの、 二つの点で特筆すべき年だった。一つ目は作品の公演が初めて行われたことである。演目はイタリア風序曲で、これはロッシーニをパロディ化したと書かれており、5月1日に刑務所コンサートで演奏された。二つ目は初めて公式の昇平があったことである。これは、ゼレスに滞在するヨハンエステルハージ伯爵一家の音楽教師の地位で、 シューベルトは夏中、楽しく快適な環境で過ごした。この年の作品には、ミサ曲派長長、公共曲第6番派長長、セレスでの生徒たちのための一連の、死でのためのピアノ曲、孤独に、聖母マリア像、栗ごとなどを含む歌曲がある。秋のウィーンへの帰りに、ショーバーのところには滞在する部屋がないことがわかり、マイヤーホーファータクに同居することになった。 ここで、シューベルトの慣れた生活が継続された。毎朝、起床するなり、作曲を始め、午後2時まで書き、昼食の後、田舎道を散歩し、再び作曲に戻るか、あるいはそうした気分にならない場合は、友人宅を訪問した。歌曲の作曲家としての最初の公演は1819年2月28日で、 羊飼いの嘆きの歌が刑務所コンサートのイエーガーによって歌われた。この夏、シューベルトは休暇を取り、フォーグルと共に北部オーストリアを旅行した。シュタヤーでマスとして有名なピアノ五重奏曲委長長のパートフをスコアなしで書き、友人を驚かせた。秋に自作の3曲をゲーテに送ったが、返事はなかった。 1820年の作品には進歩と形式の成熟が見られる。小作品の数々に混じって、詩編23番、精霊の歌、弦楽四重奏団小波短調ピアノ曲、さすらい人幻想曲などが誕生している。6月14日に、双子の兄弟が、8月19日に、魔法の盾ごとが公演された。それまで、 ミサ曲を別にして、彼の大きな作品は、グンデルホーフでのアマチュアオーケストラに限定されていた。それは、家庭でのカルテット演奏会から育って、大きくなった、社交場だった。ここへ来て彼は、より際立った立場を得て、広く、一般に接することが求められ始めた。相変わらず出版社は冷淡だったが、友人のフォーグルが1821年2月8日に、 ケルントナー島阿劇場で魔王を歌い、ようやくアントニオ・ディアベリがシューベルトの作品の取り次ぎ販売に同意した。作品番号で最初の7曲がこの契約に従って出版された。その後、この契約が終了し、大手出版社が彼に応じてわずかな判権を受け取り始めた。シューベルトが世間から問題にされないのを生涯期にしていたことについては、 多くの記事が見られる。二つの劇作品を生み出したことを契機に、シューベルトの関心がより舞台に向けられた。1821年の年の瀬にかけて、シューベルトはおよそ三年来の屈辱感と失望感に浸っていた。アルフォンソとエストレラは受け入れられず、フィエラ・ブラスも同じだった。陰謀者は検閲で禁止された。劇不図音楽。 ロザムンデはニアで上演が打ち切られた。これらのうち、アルフォンソとエストレラとフィエラ・ブラスは規模の点で公演が困難だった。しかし、陰謀者は明るく魅力的な喜劇であり、ロザムンデはシューベルトが作曲した中でも素晴らしい曲が含まれていた。1822年にカール・マリア・フォーエーバー、そしてベートーベンと知り合う。 両者共に親しい関係にはならなかったが、ベートーベンは、シューベルトの才能を認めていた。シューベルトも、ベートーベンを尊敬しており、連弾のための、フランスの歌による、変装曲作品10を同年に出版するにあたり、検定している。しかしウェーバーは、ウィーンを離れ、新しい友人も現れなかった。この2年は、全体として、彼の人生で最も暗い年月だった。 1824年春、シューベルトは、壮麗な、八重奏曲、大公共曲のためのスケッチを書き、再び、セレスに戻った。また、ハンガリーの表現形式に見せられ、ハンガリー風紀遊曲と、弦楽四重奏曲異端長を作曲した。舞台作品や公的な義務で忙しかったが、この数年間に時間を作って、多様な作品が生み出された。 ミサ曲ヘニ町長が完成。1822年に着手した絶妙な未完成交響曲も生まれている。ミュラーの詩による美しき水車小屋の娘と素晴らしい歌曲の数々が1825年に書かれた。1824年までに前期の作品を除き、しぼめる花の主題による変装曲。 二つの弦楽四重奏曲、イタンロザムーンで、二タンチョウ、シュが作られている。また、ピアノとアルペジョーネのためのソナタは、当時、ウィーンのギター制作家シュタウファーにより、開発されたばかりの新しい楽器を用いた試みである。過去数年の苦難は1825年の幸福にとって変わった。出版は、急速に進められ、 休防によるストレスからしばらくは解放された。夏にはシューベルトが熱望していた北、オーストリアへの休暇旅行をした。旅行中に、ウォルター・スコット原始の歌曲、ノルマンの歌、トラワレシ、カリウドの歌や、ピアノソナタイ短調を作曲、スコットの歌ではそれまでの作曲で最高額の収入を得た。ウィーン中央墓地にあるシューベルトの墓1827年に、 グラーツへ短い訪問をしていることを除けば、1826年から1828年にかけて、ウィーンに泊まった。その間、たびたび体調不良に襲われている。晩年のシューベルトの人生を俯瞰した時、重要な出来事が3つ見られる。一つ目は1826年、新しい公共局を、ウィーンラクユ友協会に検定し、その例として、 シューベルトに10ポンドが与えられたこと。二つ目は、オペラ指揮者募集に応募するためオーディションに出かけ、リハーサルの際に演奏曲目を自作曲へ変更する、洋楽団員たちに提案したが拒否され、最終的に指揮者に採用されなかったこと。そして三つ目は1828年の春、人生で、初めてで生前唯一の、彼自身の作品の演奏会である。 1827年に、シューベルトは、冬の旅、ピアノとバイオリンのための幻想曲と二つのピアノ三重奏曲を、書いた。1827年3月26日、ベートーベンが死去し、シューベルトは葬儀に参列した。その後、友人たちと酒場に行き、この中で最も早く死ぬ奴に乾杯、と温度を取った。この時友人たちは、一様に、 大変不吉な感じを覚えたという。そして、彼の寿命は、その翌年で尽きた。最晩年の1828年、ミサ曲変保町長、同じ変保町長の、タントゥム、エルゴ、弦楽五重奏曲、ミサ曲派町長のための二度目の、ベネディクトス、最後の三つの、ピアノソナタ、白鳥の歌として、有名な歌曲集を完成させた。この中の六曲は、 ハイネの詩につけられた。ハイネの名声を不動のものにした詩集、歌の本は1827年秋に出版されている。シューベルトは大砲の理論家として巧妙だった作曲家ジーモン・ゼヒターのレッスンを所望し、知人と一緒に彼の門を叩いた。しかし何度かのレッスンの後、ゼヒターはその知人からシューベルトは重病と知らされた。 11月12日付のショーバー宛ての手紙で、シューベルトは、僕は病気だ。11日間何も口にできず、何を食べても飲んでもすぐに吐いてしまうと一い体調不良を訴えた。これが、シューベルトの最後の手紙となった。その後、シューベルトは、冬の旅などの構成を行っていたが、11月14日になると病状が悪化して高熱に浮かされるようになり、 同月19日に、兄、フェルディナントの家で死去した。31歳没。フェルディナントが父へ宛てた手紙によると、死の前日に、部屋の壁に手を当てて、これが、僕の最後だと呟いたのが、最後の言葉だったという。遺体は、シューベルトの意を組んだ、フェルディナントの尽力により、ベーリング街にあった、ベーリング墓地の、ベートーベンの墓の隣に埋葬された。 1888年に、両者の意外は、ウィーン中央墓地に移されたが、ベーリング墓地跡のシューベルト公園には、今も二人の当時の墓石が残っている。死後間もなく商品が出版されたが、当時の出版社はシューベルトを、シューベルティアーデのための作曲家とみなして、大規模作品を出版することはなかった。シューベルトの死因については、死去した年の10月に、 レストランで食べた魚料理が元の超チ,チーフスであったともエステルハージュ家の女中から感染した梅毒の治療のために投与された水銀が体内に蓄積中毒症状を引き起こして死に至ったとも言われている。シューベルト生誕200年の1997年には改めてその人生の足跡をたどる試みが行われ彼の梅毒罹患をテーマにした映画も制作され公開された。 19世紀没後は、歌曲の王という位置づけがなされ、歌曲以外の作品は、未完成交共曲や、弦楽四重奏曲、死と乙女のような重要作を除いて、放置に等しい状況だった。1838年に、シューマンがウィーンに立ち寄った際に、シューベルトの兄、フェルディナントの家を訪問した。フェルディナントは、シューベルトの書斎を亡くなった。 当時のままの状態で保存しており、シューマンはその機上で、波長長の公共曲が誇りに埋もれているのを発見し、ライプツヒに持ち帰った。その後メンデルスゾーンの式によって演奏され、ノイズザイトシュリフト紙で絶賛された。ちなみにこの公共曲の番号は、母国語がドイツ語の学者は、第7番、最半のドイツのカタログでは、第8番、英語を母国語とする学者は、 第9番として掲載するなど、未だに統一されていない。その他の渦漏れていた作品の復活に、1867年に、ウィーンを旅行したジョージ・グローブとアーサー・サリバンの二人が、大きな功績を挙げた。この二人は7曲の公共曲、ロザムンデの音楽、数曲のミサ曲とオペラ、室内楽曲数曲、膨大な量の多様な曲と歌曲を発見し、世に送り出した。 こうして聴衆は渦もれていた音楽に興味を抱くようになり、最終的には楽譜出版社ブライト・コプフンとヘルテルによる決定版として世に送り出された。グローブとサリバンに由来し、長年にわたって失われた公共曲にまつわる論争が続いてきた。シューベルトの死の直前、彼の友人エドゥアルト・フォン・バウエルンフェルトが別の 公共曲の存在を1828年の日付で記録しており、最後の公共曲と名付けられていた。最後の公共曲が二丁丁のスケッチを指していることは、音楽学者によってある程度受け入れられている。これは1970年代に発見され、ブライアン・ニューボールドによって公共曲第10番として理解されている。シューベルトは、 リストの言葉でよく要約されている。曰く、シューベルトは最も史上豊かな音楽家である。シューベルトの多くの作品に即興性が見られるが、これは彼が筆にインクのシみをつけたことがないほどの即筆だったことも関係している。20世紀、グスタフ・クリムトによって描かれたシューベルト・シューベルトは、歌曲以外にも未公開作品や、 未出版作品を大量に残したため、研究は難航した。ピアノ・ソナタなど、その他の作品が脚光を浴びるようになるのは、シューベルト没後100年国際作曲コンクールが1927年に開催される頃からであり、同時期に、エルンスとクルシェネクが、シューベルトのピアノ・ソナタの保筆完成版を出版した。シューベルトのピアノ・ソナタはベートーベンより、 格下に見られていたために、録音しようというピアニストは、少数だったが、その黎明期に録音を果たした人物に、バルター・ギー・ゼ・キングがいる。没後150年を迎えた1977年、頃になると、シューベルトのピアノ・ソナタは、演奏会で聴かれるようになり、長大なピアノ・ソナタを繰り返しなしで演奏することが、可能になった。現在は、初期から後期までの作品が 演奏会に現れる。保湿して演奏するパウル・バドゥラスコダのようなピアニストも珍しくない。新州ベルト全集は現在ベーレンライター出版社が全責任を取る形で出版に努めているが、オペラなどの部分はこれからも順次観光予定である。音符の形やスコア全体のレイアウトはすべてコンピュータ出力で修正されているが、合唱作品はカラス社なども 新しい版を出版している。現在の上書技術をもってしても、デクレーシェンドなのかアクセントなのかの謎は、完全には解明されていない。そのため、未完成交響曲の感覚器についた音は、未だに、奏者や指揮者によって解釈が異なり定着していない。小惑星、フランツ・シューベルトは、フランツ・シューベルトにちなんで命名された。シューベルトは、 一般的にロマン派の枠に入れられるが、その音楽、人生は、ウィーン古典派の強い影響下にあり、寄付法、基本的な作曲法も古典派に属している。貴族社会の作曲家から、市民社会の作曲家へという点ではロマン派的であり、音楽史的には、古典派とロマン派の橋渡し的位置にあるが、年代的には、シューベルトの一生は、ベートーベンのご半生とほぼ重なっており、 音楽的にも、後期のベートーベンより時に古典的である。同様に、時期的にも、様式的にも古典派にかかる部分が大きいにも、かかわらず、初期ロマン派として挙げられることの多い作曲家として、カール・マリア・フォン・ウェーバーがいるが、シューベルトにも、自国語詞へのこだわりがあった。ドイツ語オペラの確立者としての功績を評価される、ウェーバーと比べると、大きな成果は挙げられなかったものの、 オペラ分野では、イタリアオペラの大歌、サリエリの門下でありながら、未完も含めてドイツ語ジングシュピールに取り組み続けた。当時のウィーンではドイツ語オペラの需要は低く、ただでさえ知名度の低いシューベルトは、上演機会すら得られないことが多かったにもかかわらず、この姿勢は変わらなかった。教会音楽は、特性上ラテン語詞の曲が多いものの、それでも、 数曲のドイツ語曲を残し、歌曲に至っては9曲のイタリア語曲に対しドイツ、5曲576という比率となっている。ドイツの国民的、民族的な歌に対し、最もふさわしい曲をつけて、本当に、ロマン的な歌曲を歌い出したのは、シューベルトであるとし、ウェーバーらと共に、言語を介した、民族主義を、ロマンパ幕開けの一要素とする見解もある。 シューベルトは幼い頃からフランツ・ヨゼフ・ハイドンや、ミハエル・ハイドン、モーツァルトやベートーベンの弦楽四重奏を家族で演奏し、コンビクトでもそれらの作曲家の公共曲をオーケストラで演奏、指揮していた。シューベルトは当時ウィーンで最も偉大な音楽家だった、ベートーベンを尊敬していたが、それはイフの念に近いもので、ベートーベンの音楽自体は、日記の中で、 今日多くの作曲家に共通して見られる気境さの原因としてむしろ敬遠していた。シューベルトは主題労作といった構築的な作曲法が苦手だったと考えられているが、そういったベートーベンのスタイルは本来シューベルトの作風ではなかった。むしろシューベルトが愛した作曲家はモーツァルトである。1816年6月14日。 モーツァルトの音楽を聴いた日の日記でシューベルトは、モーツァルトこれ以上ないほど称賛している。またザルツブルクへの旅行時、聖ペーター協会のミハエル・ハイドンの記念碑を訪れ、感動と共に涙を流したという日記も残されている。コンビクトからの友人ヨーゼフ・ホニシュパウンが書き残した、回想文は、シューベルトが11歳の時、ベートーベンの後で、何ができるだろうと言ったと伝えている。 さらにオーケストラで、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンの交響曲を演奏した時には、ハイドンの交響曲のアダージョ楽章に深く心が動かされ、モーツァルトのトタンチョ交響曲については、なぜか全身が震えると言い,い、さらにメヌエットのトリオでは、天使が歌っているようだと言った。ベートーベンについては二町長、ヘンロ町長、イ町長に対して夢中になっていたが、後には、 ハタンの方が一層優れていると言ったと伝えている。ウェーバーとも生前に親交があった。1822年のウィーンでのマダンのいて上演の際に知り合い、シューベルトのオペラ、アルフォンソとエステレラをドレスデンで上演する協力を約束したが、後のオイリアンテについてシューベルトがマダンのいての方がメロディーがずっと好きだと言ったために、その約束は果たされなかった。 シューベルトは、後の作曲家に、大きな影響を与えた。大波長調公共曲を発見したシューマンは言うに、及ばず、特に歌曲、公共曲において、メンデルスゾーン、ブラームス、ブルックナー、ヨーゼフ・シュトラウス、ボルフ、リヒャルト・シュトラウス、ドボルザークなど、シューベルトの音楽を愛し、影響を受けた、作曲家は多い。ユリウス・シュミットによる絵画。 シューベルティアーデ・シューベルトが指摘に行った夜会は彼の名前にちなんでシューベルティアーデと呼ばれた。現在もキャッチフレーズとして使われることがある。彼は競争曲を作曲することはほとんどなく、そのつつましいイメージもシューベルティアーデの性格を助長させた。1828年に出版された最後の作品が 連弾のための大論度一長調オーパス107だったことから伺えるように生前に出版された作品だけでも作品番号は100を超えている。同じ時代にこれと同数の作品を作曲できたライバルはカール・ツェルニーのみである。それらに大規模作品は含まれず極端な場合は移植作すら生前の出版はなく没後も長期間にわたり、 出版が継続されている。最後の作品番号はオーパス173であり、すでにシューベルト死去から30年以上が経過していた。31歳でこの膨大な量は無名の作曲家では不可能であり、作曲家としてすでに成功と考えて良いという理由から、シューベルトが本当に貧しかったのか疑問視する声もある。また、シューベルトを描いた。 肖像画は何点も作成されており、それらは対象を美化している。名詞であれば肖像画を実物より美しく描くことが、当時の画家の責務だったため、こうした待遇は、シューベルトが名詞であった証拠と考えることができる。シューベルトは、グランアッツラクユ協会から、名誉ディプロマを授与された時には25歳に過ぎず、この時点で彼は、無名ではなかったと考えられる。 また、シューベルトの死に際して、新聞は不法を出している。シューベルト作品の工程は21世紀に入った、現在でも簡単ではない。特に、ヘアピンとも呼ばれる特大のアクセントのような記号を、どう解釈するかが、問題になっている。小説感をまたぐようにヘアピンが渡っているものもある。これをデクレッシェンドと解釈するか、もしくは、アクセントと、 解釈するかが問題となる。また、シューベルトは鋭いスタッカティシモのような縦線を使うこともあり、19世紀の出版符では通常のスタッカートに直されている。これも元に戻す動きが見られる。シューベルトは MM 表記を出版作品以外は全く言っていないため演奏家によって解釈の開きが大きい。ピアノ作品には現代ピアノでは 非常に難しいオクターブの連続が、サスライビと幻想曲他で頻繁に現れるが、これは、当時の軽いダブルエスケープメント発案以前のシングルアクションでは、オクターブグリッサンドが可能だったためである。親指と小指をアーチの形にして、横にスライドするだけで、オクターブのレガートが達成できるが、ダブルエスケープメントを含めた、ダブルアクションを持ち鍵盤の深さが倍になった現代。 ピアノでは困難である。ラテン語のミサ曲では6曲すべてで、天霊文の一部が欠落しているが、これも理由が分かっていない。天霊文の写しを所持しておりそれに誤脱があったという見解が一般的だが、聖歌隊で数多くのミサ曲を歌ってきたシューベルトが、クレードでのカトリック教会の信仰の本質的な部分の欠如に気づかなかったという説には、無理があると思われる。 おそらく自身は、プロテスタント教会やカトリック教会に対して一線を、引いたキリスト教信者という意味で、あえて削除したという説を唱える学者もいる。シューベルトの線近いスケッチ、未完を含む作品群は、オーストリアの音楽学者、オットー・エーリヒ・ドイチュにより1951年に作られた英語の作品目録、フランツ・シューベルト。 セマティック・カタログ・オブ・オール・ヒズ・ワークス・インクロノロジカル・オーダーのドイツ番号によって整理されている。シューベルトの場合、出版に際しての作品番号を持つものは170程度であるため、通常は D 番号が使用されている。1978年に、バルター・デュル・アルノルト・ファイルなどによってドイツ語の改訂版、フランツ・シューベルト。 シーマティッシュズ・ベルツェニス・セナーベルケイン・クロノロジスチャー、フォルゲも作られた。日本語の完全な作品目録はまだ存在せず、かつての日本では作品番号を優先し、D 番号を後回しにしていたたが、現在は NHKFM のアナウンサーもドイツ番号をアナウンスするようになっている。ドイツ自身は目録の序文において D を 自分の名前の略記ではなくシューベルトの作品を示す記号と捉えてほしいと述べている。これに応え、このページでは D とピリオドを打たず D という表記を用いる。ただし、ドイツ語圏などでは D と数字の間に半角スペースを入れ D とするのが一般的である。通常、ドイツ番号などと読まれる。オーストリアなどではドイツベルツェニスという読み方の通り、 dv と表記されることもある。シューベルトは、現在楽譜が残っているものだけで14曲の公共曲の作曲を試みている。そのうち有名な未完成も含め6曲が未完成に終わっている。よく演奏されるのは、ロタンチ公共曲、通称未完成と、最後の完成された公共曲であるオーハ公共曲、通称ザグレートである。 それ以外では、第5番も親しまれている。シューベルト自身による表題は、第4番、悲劇的の一曲だけで、他は後世によるものである。第7番の単調、未完成はその名の通り、完成したのは、第2楽章までで、第3楽章が20小節で終わっていることからこう、呼ばれるようになった。第8番の通称であるザ、ザグレートという名前は、 イギリスの出版社によって付けられたタイトルだと考えられているが、ドイツ語では、大グローセジンフォニーシードゥアであり、偉大なという意味合いはない。公共曲の番号付け、古い番号付けでは、完成された7曲に順に第7番まで番号が振られた。そして、未完成は、4学章構成の公共曲としては未完だがに、学章は完成しており、非常に美しい旋律で、 多くの人に愛好されているため、第8番の番号が振られた。他の未完の公共曲のうち、補聴調 D729 は4楽章の、ピアノスケッチで完成に近く、シューベルトの死後フェリックス・バインガルトナーや、ブライアン・ニュー・ボールドラの手によって保湿され、全曲の演奏が可能になっている。このため、1951年のドイツの目録では、作曲年代順に、 保町長公共局 D729 に第7番が割り当てられ、未完成 D759 が第8番、第八町長,長 D944 が第9番とされた。しかし、国際シューベルト協会が1978年のドイツ目録改定で見直し、公共局第7番、未完成、第8番、第八町長とされた。 最近ではこれに従うことが多くなってきているが、1951年の、ドイツ目録のまま第7番補聴調 D729, 第8番、未完成 D759, 第9番、大8聴調 D944 とされることもまだあり、さらには皇述の、グムンデン・ラスタイン公共局を、第9番、大第聴調を、第10番とすることもある窓。 番号付けは混乱している。日本では NHK がドイツ目録に合わせて未完成イコール第7番、第8丁々イコール第8番にしている一方で音楽評論家の金子賢治は長く親しみ慣れた番号を繰り上げるのは単に混乱を引き起こすだけと主張している。そしてナンバー抜きで未完成、グレートというニックネームで呼べば 一番簡単で問題が生じないとこの問題に対する見解を述べている。公共局の同定のために調整も古くから使われてきた。すなわち、第5番 D485 を変路町調公共局、未完成 D759 を路端町公共局と呼ぶなどである。なお、波長調の公共局は2局あり、編成などから先に作曲された方を、 小波長長、後に作曲された方を、大波長長と呼ぶ。ザグレートの英訳の故障もここから来ている。グムンデン・ガスタイン公共局、シューベルトの手紙に言及があるものの楽譜が見つからず、幻の存在とされてきた、グムンデン・ガスタイン公共局 D849 は、研究により20世紀中央以降は、波長長 D944、ザグレートを指している。 可能性が極めて高いとされている。もともと D944 は1828年の作曲と考えられていたために、この D 番号を持ち D849 とは別であると考えられてきたが、この根拠となっていた楽譜の年号の記述が、後世の過失によると判明し、過失前は1825年だったものと考えられている。このことが、 ザグレートイコールグムンデンがスタインという証拠とされている。一時はグランディオとして知られるシベのためのピアノソナタ派長長、D812 が D849 の原曲ではないかと言われ、バイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒムがその説に基づいてオーケストレーションを施したこともある。その後、シュトゥットガルトで D849 に当たるホッチョの公共曲の筆者夫が、 発見されたとされ、ギュンター・ノイホルト式のシュトゥットガルト放送公共楽団による演奏の録音が南ドイツ放送で FM 放送された。主題とその展開がザグレート公共曲にそっくりで、シューベルトもロザムンデ序曲の前によく似た D590 の序曲を書いていることからスケッチのような意味で作ったという学説もあった。この曲は ザグレートと同じ素材と展開方法が使われ、下書き的役割を果たしたとも考えられた。楽器編成は D944 と全く同じであり、第1楽章、アンダンテモルトアレグロ、第2楽章、スケルツォンポコアジタート、第3楽章、アンダンテ。コンノート、第4楽章、フィナーレプレスト。 演奏時間約50分で現在シュトゥットガルトのゴールドニー出版社からアウェルナー・マゼール皇帝による楽譜が入手できる。録音は上述のものに続いてゲルハルト・ザムエル式シンシナティフィルハーモニー還元楽団による新録音も発売された。しかし後日、この D849 とされた補聴庁の公共局は1973年にヘンレ社に 楽譜のコピーを提供したグンター・エル・ショルツが、シューベルトの残した断片を再構成した偽作であることが判明した。このため、グムンデン・ガスタイン公共曲は、派蝶々 D944、ザグレートであるという説が、現在も有力である。最後の公共曲、二蝶々 D936A には、ペーター・ギュルケホヒツ作曲版、 ブライアン・ニューボールド保筆作曲版などがある。異色なのは、イタリアの作曲家、ルチアーノ・ベリオの手による、保筆作曲版の、レンダリングである。レンダリングでは、スケッチの部分は、スケッチのままで、それ以外の半然としないスケッチとスケッチの間の、部分は、現代音楽の手法でつなぎ合わせている。最後の公共曲は、自筆譜のままでは完成しておらず、 国際シューベルト協会は番号を付していないが、10番などとされる場合もある。公共局の一覧日本語版記事へのリンクを太字で示す。いくつかの歌曲には、後世の作曲家による還元楽伴奏版やピアノ独奏への編曲版も存在する。ピアノ独奏用編曲については、フランツリストやレオポルド・ゴドフスキーによるものが知られている。 シューベルトの歌曲の主な還元楽編曲版多くの分野に代表作を残したシューベルトとしては最も評価が低い領域で上演機会は少ない。シューベルトは死の芸術性に無頓着で時折凡庸な死に作曲してしまうこともあったと言われている。確かに彼の歌曲にはゲーテやシラーといった大詩人以外に 現在その中にしか名を止めていない詩人の手によるものが多く存在している。ただしこれは、シューベルティアーデで友人たちの死に作曲したものを演奏するという習慣があったことも影響している。シューベルトが作曲した詩人は多い順に、ゲーテ、マイアホーファー、ミュラー、シラー、そして重要な詩人として、マティソン、ヘルティ、コーゼガルテン、クラウディウス、 クロップ・シュトック、ザイドル、リュッケルト、ハイネなどがいる。自分より前の世代に評価が定着していた詩人から新しい時代の感性を持った詩人まで幅広い。シューベルトが入手したピアノとしてベニグヌス・ザイドナーのピアノとアントン・ワルターサンのピアノが挙げられる。ザイドナー製のピアノは 現在、ウィーンのシューベルトの聖歌に展示され、ワルター三世のピアノは、ウィーンの美術史美術館が所有している。シューベルトはまた、ウィーンのピアノ制作者、コンラートグラーフの楽器をよく知っていたことがわかっている。現在、シューベルトの名が付されたコンクールは2つある。一つは、長い伝統を持つドルトムントで行われる、シューベルト国際コンクールドルトムントで、現在は、 リートデュオ部門とピアノソロ部門が交互に行われる。もう一つは、グラーツで行われる、フランツ・シューベルトと現代音楽のための国際室、内楽コンクールで、作曲部門と室内楽部門が併設されている。どちらも、シューベルト作品のみでは競わないが、関連した楽曲や編成が、焦点になっている。ありがとうございます。